関西電力は高浜原発3号機への核燃料の搬入作業を終えました。来月28日にも再稼働する見通しです。関西電力は昨日午後5時59分福井県高浜町の高浜原発3号機に核燃料157体の搬入を終えました。25日午後から始まった作業は順調に進み、完了が1日前倒しになったということです。今後は原子炉本体に圧力をかけて機密性が保たれているかなどを検査した上で、早ければ来月28日にも再稼働する予定です。高浜原発3号機が再稼働すれば、新しい規制基準の下では仙台原発1、2号機に次いで3基目となります。